チームスポットジャンブルが行く海と日本プロジェクト海で宝。沖縄の海の伝統行事といえばハーリー。航海安全や豊漁を祈願して行われるこのお祭りは県内各地域で行われています。ハーリーに欠かせないものとして伝統漁船のサバギがあります。こちらは糸満市にある海んち工房資料館。館内にはサバギをはじめ昔の漁の道具が多数展示されています。館長の上原さんにサバギの文化についてお聞きしました。サメのことをサバというから、マルキンニからサメ漁に行くサバニっていうの語源がそこにあるわけです。サバを取ってきて今度解体をして身も乾燥させて、サメのヒレとかも乾燥させて中国の持っていくと。木の船だから沈むことはないです。横にして水をいっぱい入れる、海面と同じになるからくるっと乗せることができる。それでこのまっすぐにしてゆうとい、これが、畝に溜まった水を汲み出すゆうといと言います。それで、帆を立てて帰ってくるわけですから。漁船としての役目を終えているサバギは近年マリンレジャーやスポーツといった新しい展開を見せ、伝統文化の継承や発展に大きく貢献しています。また糸満市では地域を巻き込みサバギ文化を盛り上げるほかけサバギ修繕プロジェクトが始まりました。普段まちづくり活動をしている中で活用されなくなったサバギがあると、それを、うまく活用して子どもたちが乗れるようにできないかなという相談を受けまして、で我々の方で、では修繕をしてこれまで引き継いできた歴史や文化などを次の世代にも伝えたいなと思って立ち上げました。塗料が塗ってあってですね、その塗料も剥げたりそのまま残ってたりとまちまちだったところをきれいに研磨をし磨いて、もともとこちらなんかは穴が開いていたところなんですけども、この穴を接着剤で埋めて研磨をして表面を滑らかにするという作業を進めているところです。今後は、座るための椅子をつけたりですとか、それから帆を立てるためのパーツをつけたり、でそれにあたっては職人さんの、教えを乞いながらですね進めているところなんですけども、その教えることができる職人さんも現在減ってきている状況ですので、こういうプロジェクトをきっかけに興味を持ってもらって船を作るところにも、皆さんが関わっていただけると嬉しいなと思っています。海と日本プロジェクト、ホームページでは DSJ メンバーの海にまつわるブログやオリジナルコンテンツを配信中。みんな見てねー。